アジアイカルチュラルカウンシルはアメリカ・ニューヨークに本部を構えるヒエーリーの財団である。ビジュアルアート及びパフォーマンスアートの領域でアメリカとアジア、またはアジア諸国間における文化交流を支援している。1963年、ジョン D ・ロックフェラー三世によってロックフェラー三世基金のアジア文化交流プログラムが設立された。ロックフェラー三世が他界した後、 夫人のブランシェット・イーチ・ロックフェラーが医師を引き継ぎ、1980年、アジアイ・カルチュラル・カウンシルとして設立された。現在、ニューヨーク本部の他に、香港、マニラ、台北、東京に、オフィスがある。1963年のロックフェラー3世、基金発足から2010年までの間に、おおよそ6000人のアジア・アメリカにおけるアーティスト、学者や、 専門家への助成を行ってきた。現在、年間で約160件の助成を行っており、その年間予算は財団、企業、そして個人からの寄付収入と献金によって成り立っている。ACC の主な目的は、アジアとアメリカ、またはアジア諸国間の文化交流のための支援を提供することである。アジアの領域は、 アフガニスタンから日本までとされている。ありがとうございます。